伊藤治安図は日本のアイドルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46のメンバーである。沖縄県出身。身長154センチメートル。血液型は B 型。沖縄にいる時は部活にも入らず、学校から帰ると散歩ばかりしていた。斉藤飛鳥を好きになったことをきっかけに、乃木坂46も好きになった。 キラキラ輝いている先輩たちを見て、私もそうなりたいと思って、乃木坂46の3期生オーディションに応募し、2016年9月4日、合格した。2018年6月及び9月に上演された、乃木坂46版ミュージカル美少女戦士、セーラームーンでセーラー戦士の一人、セーラーマーキュリー役を演じた。同年8月から JTA のテレビ CM、 限界を超えろ。伊藤治安アンズ編が放送開始。同年11月14日発売の乃木坂46の2セカンドシングル帰り道は遠回りしたくなるで初の選抜入りとなった。2019年9月27日から10月6日に上演された舞台獣フレンズジャッパリステージ大きな耳と小さな奇跡の大耳狐役で主役を務めた。 2020年7月から10月にかけて、全国各地をめぐる NHK みんなの歌ミュージカル、リトルゾンビガールに、男の子小役で出演が決定した。同年10月24日から放送のドラマ、どんぶり委員長のアイドル高校生、山笠静香役で連続ドラマ初レギュラー出演。愛称は、リリアン。一人称は、僕。一人っ子で兄弟に憧れていた。 チャームポイントは、まつげと小さい手。目が悪く特注のコンタクトレンズをしている。うさぎを飼っており、名前は、ふーちゃん。特技は、バトントワリング。趣味は男装、ダンソー。ひ坂46の小坂直と、交友うう関係がある。サイリウムカラーは、紫赤。憧れの人は、斎藤アスカで、自分の人生を変えてくれた、神様みたいな存在と語っている。 乃木坂工事中で過去に断層して配信していた事実を親にリークされた。の木坂か46のぎシッ46。ありがとうございます。